親愛なるお客様、第五人格コールオブジアビスセブン祭典イベントがいよいよ幕開けです。今回の大会ルールを一緒に見ていきましょう。今回のコールオブジアビスセブンはゲーム内ポイント戦、オンライン予選、ワールド決勝トーナメントで構成されます。お客様はゲーム内では廃墟都市、禁止高原、最悪の洞窟、狂気の現像、4つの段階を戦っていきます。最悪の洞窟で各地区のポイントランキングトップ8チーム、日本地区はトップ5チームは COA7 の予選の参加資格を獲得します。そして狂気の現像では予選を勝ち進んだチーム間で対戦を行い、 COA7 のワールド決勝トーナメントの参加チームが決定します。ワールド決勝トーナメントの参加チームは合計20枠で、そのうち中国本土地区2023秋季 IVL 優勝チームとシーズンリーグランキングトップのチーム、日本地区2023年秋季 IJL 優勝チームと今シーズンのリーグランキングトップのチーム、そして東南アジア IVC2023 年 IVC 優勝チームがすでに招待されていますが、残りの15枠は各地区のオンライン予選で選出されます。今回の COA7 の予選は全部3月から開始します。中国本土地区は2つの招待チーム以外に最悪の洞窟でポイントランキングトップ8のチームと8つの IVL チームが予選に参加し、残り7つのワールド決勝トーナメント進出枠が決まります。日本地区は2つの招待チーム以外に最悪の洞窟でポイントランキングトップ5のチームと5つの IJL チームが予選に参加し、残り3つのワールド決勝トーナメント進出枠が決まります。東南アジア地区は1つの招待チーム以外に残り1つのワールド決勝トーナメント進出枠が予選で決まります。欧米地区2つの進出枠、韓国地区1つの進出枠、および中国、香港、マカオ、台湾地区1つの進出枠は全て各地区のオンライン予選で決まります。最終的に合計20チームが4月に COA7 ワールド決勝トーナメントオフライン舞台に集結し、アイデンティティ5第五人格大会の最高峰であるグローバルチャンピオンの称号と400万元の賞金を目指して競い合います。さあ、コールオブジアビス7祭典の幕開けです。世界中の選手大集結、星となり輝け、最強の王者の誕生を一緒に見届けましょう。